が海軍潜水学校は潜水艦乗組員として直ちに実戦に参加しうる人材を作るのをもって、この学校に入学する人々は各艦隊方面から水害学校、通信学校、航空学学校のいずれか一つを卒業したいわゆる特殊兵であり、一粒槍の優等生ばかりあります。明治38年連合艦隊を解散するにあたり、東郷元帥は次のように言っておられる。武力なるものは艦船兵器等のみにあらずして、これを活用する無形の実力にあり、百発一中の敵を百門に対抗しうるは悟らば、我ら軍人は等しく武力を形状に求めるべからず。軍艦も飛行機も戦車も大砲も全て兵器は優秀でなければならん。しかも忘れてならないのは、戦争は兵隊がやるということである。要は人間にあるのであって、元帥のお言葉は誠に味わうべき資源である。潜水艦が初めて世間に現れたのはちょうど日露戦争時分のことである。当時世界の人々はこの新兵器をあまりに取り扱いが危険であると言って興味を問うとしながら、しかるに帝国海軍では米国からポーランド型の潜航艇を5隻買い入れた。次来佐久間大尉をはじめ諸先輩たちの命をまとも研究が続けられている。相当犠牲者も出た。その上潜水艦乗りの生活は決して楽なものではない。皆が見て知っているように他の艦船とは比較にならんような狭い中にいろんな機械をいっぱい積み込んで、まるで足の踏み場もなく、しかも勤務は激しいけれども、そんなことは我々にはどうでもよい。我が国には鉄がない、石炭がない、石油も不足している。持たざる国日本、しかもその四面を海で囲まれている日本にとって、国防上はたまた戦略上潜水艦は絶対に必要である。これからの海の戦いは日本海海戦のごとき比嘉の主力との華々しい決戦はなかなか展開されない。まず飛行機と潜水艦の活躍によって戦闘を続ける。通商を破壊、経済封鎖を極力実施すると同時に、まだできうる限り敵の戦闘力を叩き潰す。しかるのち主力艦隊が出動して戦果を決定的なものにする。以上が最も効果的と考えられる戦略だ。すでに我が国の潜水艦は素晴らしい発達を遂げている。一旦艦級がある場合、皆はこの優秀船に乗り込んで祖国防衛の第一線に参ずるの光栄を約束されている。男子と生まれて近海これに優るはなしと言うべきだ。さて最後に一言言っておきたいのは、潜水艦戦術というものを考えておるのは日本だけではない。ドイツは言うまでもなく、世界各国大内小内それぞれに潜水艦を考慮し研究している。将来我が国が他国とことを踏まえた場合、海に囲まれた日本は直ちに相手国の潜水艦の襲撃を受けるであろうことは必要である。その時になって慌てたりうろたえたりしては見苦しい。力はどうするか。孫子の兵法には従わざるを頼むなかれ、我に備えあるを頼め。